許せらざる。お前は連れて行けない。アルキティーネの涙を見てしまった。お前は生きなくちゃダメだ。俺にはもう俺を待つ者はいない。フィアナたちが死んだあの日から。でもお前は違う。ふざけるな。俺がいるだろう。俺がここに。たちが ルアーノ、俺の最後の願いを聞いてくれないか。ラザルを頼む。馬に乗せてリュールーたちの元へ連れて行ってくれ。これより俺たちは特攻する。バロールの注意はこちらに向く。他の魔物に気をつけ、何かしてくれ。頼む、騎士ルアーノ。悪いな、みんな。ラザルだけ特別扱いして。とします。同胞ですらないあのただ人の騎士に。ご安心を。我らの意思は決まっております。ええ、ルアーナの重りなんてまっぴらごめんですから。最後に聞いてもいいですか。なんだアルフ。どうしてルアーノを入団させたんですか。奴は最後まで騎士としてふさわしくなかった。
昔の俺のようだったから。俺はもうフィンになってしまったけど、ルアーノがディムのことを思い出させてくれたような気がする。ディム兄さんはあいつよりずっと勇敢でしたよ。それでもルアーノのように未熟だった。何も知らず大口を叩いて不相応な夢を見る。もう失った宝物のような気がした。ルアーノが俺の中のディムをつなぎ止めていてくれたのかもしれない。干渉は終わりだ。会話の機会もこの先にはもうない。思い残すことはないか？ありません！我らが運命で、あなたと共に！いいだろう。ついてこい。フィネガス、お前もいいな。よかろう。付き合ってやる。行くぞ。神よ、ご昇覧あれ。勇者の声をよく通った。かつての道家と同じように。これより始まるは史上の一走。フィアナが終生無敵を誇った全てを貫く疾走である。唯一異なるのは悲壮の色をまとっていたこと。祝福はいらない、見返りはいらない。我らの誇りと命を捧げ、悪しきを切り裂く光となる。戦士が、騎士が、英雄が。誰もが立ち尽くし、その槍の行方を目で追った。ですら彼らだけを見据え、最大の敵と認めた。大地が吠え、空がうなり、凶悪な殺意がただ一箇所に収束する。これが我が生涯最後の
一層にして一層なり。そしてそれが私の聞いた彼の最後の